MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーン。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日も今度からね、はいはい、放送が、うん、なんとスタンド FM でもね、音声ラジオ、あ、ラジオアプリですかね、あれは、うんうん、スタートしました、スタートしましたね。記念すべき、スタンド FM の第1号が今回のね、スタンド FM の人気アイドルとしてね、アイドル看板番組としていや、まあね、確かに看板番組ですよねはいはい、看板番組一個しかないけど、あ、スタンド FM の中でのってことですね。そう、スタンド FM といえばグリーン、はい、お、それは嬉しいです、ね、看板番組のいいですね、スタンド FM のアイドル、はい、おい、なんかすごいローカル感がこう出てきましたけど、でも全国、世界中、まあ、僕らローカルしか狙いできないじゃないですか本当にローカルもちょっと危ういかもしれないまあでも元々ローカルしか道ないいや、そうですね、確かにもう人の求められる感じになっていきましょう。あともう一個ね、その、ま、なので今、その聞ける媒体としては YouTube のグリーンズチャンネルとヒマラヤの、はい、方も引き続きあります。で、はい、加えてスタンド FM の3本柱ですね、今、うん、はい、ということですね。第3の道にね、第3の道かっこいいな、なんか活動にいます。そうです、それだから第1と第2がダメだったみたいになってますけど、まあ、実際そういうことですけど、ね、そうでもないよ、ね、この道があって続く道ですから、ね、じわじわ来てますよきっと。まあでもね、3000登録ぐらい YouTube で、まあ安定してね、3000登録ってね、うん、うん、ね、なかなか、なんかこの音声だけでっていうのでもなかなかいい方なんじゃないかなとは思いますけどね、うん、うん、ほんとね、もう、はい、もうまさくんがね、ちゃんと YouTube で顔出せばもうすぐ1万登録ぐらいはいくんでしょうけどね。 ないですけどね、本当にそれはないと思うし、なんかちょっと恥ずかしいですけど、うん、まあ、陽次郎が出たらね、あれですけどもうそしたら違う番組になっちゃうのでね。ああれですよ、でもそのもう一個サムネイルもね、そうなんですよ、事務連絡もう一個あってね、うん、このめちゃくちゃかっこいい感じにアイドル感出てきたね。いやー、これは本当にすごい、ね、なんかかっこいいですね、ちょっと僕らが言うのもあれですけど、うん、ね、もうだってあの絵描きのマッツンさんに、ね、あの実際の100倍かっこよくしてくれた、ね、本当に見事に150倍くらいましたねあのマッツンアイドル好きなのね。あ、そうですよね。キスなんだっけ、キスマイフィットのおじさんか、うちらちょっとアイドルロードさが出てるね。キスマイと呼ばれる、ね、グループです。キスマイ大好きで、この前もね、はい、僕のイベント、はい、途中で帰ったアイドル前のコンサート。あ、そうなんですか、うん。僕の合宿のイベントね、2日目、途中から帰りますって言って、ね。あ、そうなんですか。キスマイのコンサート行ってました。あ、そうなんですよ。さすがキスマイライブ行って、ね。熱心ですね。うん、なるほど。朝一でなんかついでだったのかな、イベントはね、もしかしたらまあでも気持ちが伝わりました、ね、まあ、ちょうどね、でもそのマッツンが、うん、あのイラストを描いてくれてるですね、うん、僕の幸せがずっと続く手帳っていうのを毎年手帳出させてもらっててね、はい、うん、2021年度版が10月、今年の10月からですね、はい、2022年の1月まで使えるっていう、うん、おちょうど16ヶ月間使える、ね、来年の手帳が、うん、まあ、もう出まして10月に出たわけですね、うん、10月からのやつが、うん、そう、なるほど、もうなんていうのかな、うん、うん、手帳って作家としては、うん、まあ、僕としては一生読んでほしい本をね、うん、ね、本作るのって、まあ、僕は50冊以上本書いてるけど、うん、その本書くのって本当に毎回、まあ、全身全霊の勝負に近いところあるのね、うん、だから手帳って、うん、1年しか使えないし、うん、その本屋さんで売ってくれる期間も、うん、そのもう例えば5月になっちゃったらもう手帳売り場ってないわけ。確かにそうですね、ほぼないわけ、うん、だから3、4ヶ月ぐらいの本屋さんで売られる命なんだよね、うんうん、なるほどまあね、多分手帳っていうものである以上はね、そうなっちゃうんですよね、うんうん、だから本って我が作家にとっては我が子だから、うん、なんか3、4ヶ月しか本屋さんに置かれない我が子を作るって、うん、もう寂しいんだよね。あ、なるほどね、そっかそっか、だから、うん、手帳を作ってほしいって頼まれた時に、うん、その、えーっ
って思ったのね。なんか、うんうん、やる気が全く起きないっていうか。一番初めの依頼が来た時、うん、でも、うん、待てよと思って、うん、手帳って、うん、1年間その人の一番近くに入れる本だなっていうふうに気づいたの。なるほど、確かに、うん、共に過ごしますもんね、うんうん、毎日その人の1年間、うん、一番近いところで過ごすのが手帳だから、うん、その人のお守りになるような、うん、1年間その人を守ってくれる、はい、お守りになるような手帳を、うん、そしてその人だけの世界でただ一冊、その人だけのね、うん、宝物になるような一冊を作ろうってひらめいた時に、うん、なるほど、それだったら 3,4 ヶ月しか、うんね、本屋さんで置かれる、うん、その期間がない手帳だけど、うん、全力を尽くして作る価値があると思ってね。そっかそっか。そうそうそう。ある意味その手帳って一人一人のとってのその人にしかない一冊の本とも言えるわけです、うん、物語というか。そう、 そう、 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 うん。まさにそうなんだよね。なるほど。で、その手帳作ろうと思った時に、うん、幸せがずっと続く手帳っていうタイトルだけ、うん、ひらめいたの先に。うんうん。タイトルだけひらめいて、あ、うん、幸せがずっと続く手帳っていうタイトルにしようと思って、うん、で、じゃあ幸せがずっと続く手帳って何すればいいんだろうって、うん、内容が決まる前にタイトルが決まって、うん、でそのタイトルを実現するのに、うん、幸せがずっと続くために何すればいいのかなと思った時に、うん、幸せの深呼吸を見つけちゃったのね。おお、またなんか鬼滅の刃みたいな、なんか呼吸、幸せの深呼吸、幸せの深呼吸、うん、で、はい、幸せがずっと続く呼吸って吸って吐くで呼吸ずっと続いていくじゃない、うん、そうですね。で、幸せにとっての深呼吸って、うん、マイハッピーとユアハッピーだっていうことに改めて思いがいったのね、うん、なるほど。で、マイハッピーとユアハッピーで幸せがずっと続いていく、うん、だからそのマイハッピーっていうのは、うん、その今日どんないいことあったっていう、うん、いいことを一個だけ書く、うん、一個だけですね。一個だけで、まずは、うん、You are happy っていうのは、うん、今日どんないいことしたっていうの、うん、どんな笑顔を生み出せた、どんないいことしたっていう、あ、誰かにいいことできたことを一つ書く、うん、なるほど。そうするとマイハッピーとYou are happyを、うん、毎日一個ずつ書いていくと、うん、3、4ヶ月すると、あ、うん、俺、例えば、今日どんないいことあったっていう、マイハッピーをね、うん、ずっと書いてって、うん、1週間、2週間とかね、3ヶ月書いていくって見直したときに、うん、あ、自分でね、意外と運がいいこと、ちっちゃく、ちっちゃくて運がいいこと、こんなにあったんだってだんだん思えてくるのね。うん、なるほど。で、そして、あ、自分って意外と人にいいことこんなにやってきたんだなと思ってくると、うんうん、その気分が良くなる。自分はこの星にいていいって思えてくるのね。それ安心しますね。なんか存在していいみたいな、うん、自分はそので、自分、まあ、自己肯定感がその手帳を見直した時にすごい上がっていく、うんうん、確かに。で、気分よく過ごせるようになっていく、うん、で、気分よく過ごせるっていうのが、うん、実は僕はその未来を作る方程式というのを、うん、どんな心で何をするかっていうふうに、そのこの手帳の中では伝えてて、うん、心かける行動イコール未来、うんうん、だから行動イコール未来、うん、心かける、どんな心で何をするか、うん、なるほど。で、うん、で僕らどんなやり方とか行動とかばっかり問われるけど、うん、例えばありがとうっていうのが大事だって言っても、すっごい不機嫌にありがとうって言ったら、うん、伝わるのは不機嫌、もう嫌な印象しか残らないんだよね、うん、逆にね、変に伝わっちゃったり、うん、
だから行動はちゃんとありがとうを伝えるっていう行動はしてても、うん、そうすごい不機嫌そうにありがとうって言ってしまったら、うん、そのマイナスなイメージしか伝わらない。そうですね。だからどんな心でそれを言うのか、やるのかって、うん、その心のことって学校ではね、全く言われてなくて、やり方ばっかり学校で習うんだけど、うん、心が実はすごく大事で、うん、その、例えるなら、例えばインターネットで、検索するのに、うん、検索っていうのがやり方なんだよね。うん、でも、検索するには、うん、Wi-Fi がつながってないと検索できないわけ。うん、確かに、ネットがね、つながってないと。そう、ネットがつながってないと検索できなくて、うんうん、で、その Wi-Fi の部分、ネットの部分が、どんな心でっていう、うん、機嫌がいい時に Wi-Fi がつながるんだよね。うんうん、なるほど。で、その、うん、で、機嫌が良くなると、シンクロニシティがどんどん起きるようになるので、うん、で、潜在意識の扉が開いてくるので、うんうん、で、その潜在意識の扉を開くっていうのが、いい機嫌に、いい気分で生きるようになると、うん、潜在意識の扉が開くんだよね。自然と開いてるわけですね。そうそう。で、もう一つ、これは、この手帳っていうのは、毎日、マイハッピーとユアハッピーを一個ずつ書くんだけど、うん、毎月予祝っていうね、前祝いを、こんなになったらいいなっていう前祝いを、はいはい、まあそれを日本古来の文化で予祝って、うん、祝福を予定すると書いて予祝って言うんだけど、うん、毎月予祝を書いてもらう、うん、やってもらう記入欄があって、うん、なので、はいはい、マイハッピーとユアハッピーで潜在意識の扉を開いて、うん、自分がこうなりたいっていう種を毎月植えていくっていうような手帳なんだよね、うん、なるほど、うん、いいですね。だから種と土っていうかね、うん、種、心の土壌をマイハッピーとユアハッピーで耕して、うん、毎月どうなりたいっていう種を、うん、その耕した土に植えてって、うん、最高の自分を未来を迎えに行くっていう手帳がですね、マッツンの可愛い手帳くんっていうキャラクターをふんだんに使った手帳がですね、確かに可愛いですよね。そうですね。楽しみですね。うん。はい、来年の手帳はもう今から販売してますので、はい、しかも10月から使えるので、そうですね。ぜひ、うん、使ってほしい。そうですね。これは本当に、うん、なんか、1年後の自分が楽しみになりそうですね。そうやって続けていくことで、ね、この、続けた結果ね、うんうん、どんな自分になってるのか、どんな未来がね、はい。まさくんのね、はい、マイハッピーという最近の印象に残るマイハッピーとユアハッピーをちょっと聞いて、うん、今回は締めたいと。マイハッピーとユアハッピー、うん、マイハッピーはそうですね、うん、最近はこれ自分が嬉しかったことですよね、マイハッピーだから、うんうん、なんだろうな、まあ今日とかでも仕事中になんか楽しくミーティングできたなとか、うん、こううん、笑いながらも仕事の話ができて、なんかそれが、うん、心地よかったなっていうのがあった、うん、笑いながら仕事できた、うん、マイハッピー、ユアハッピーは、うん、ユアハッピーはその自分が行ったその仕事中、それも同じシチュエーションだったんですけど、ミーティングの中で、うん、言った言葉っていうツッコミを言ったらめっちゃ盛り上がって、なんかそれがすごく笑ってくれたっていうのが一言で僕のことを受けて、なんかその相手が笑ってくれたのはなんかすごく、まあ嬉しさかったこともあるんですけど、うん、相手の笑顔につながってよかったなっていうかね。よかったね。あ、すごい優しい、おばあちゃん。おばあちゃんがよかった。おばあちゃんかおじいちゃん。おばあちゃんだな、どっちかっていうと。すごい、母性での温かみになるから。すごい縁側を感じたよ、ね。縁側にいるのかと思った。田舎に帰ったのかなと思った、僕今。よかったね。よかった。それで津軽弁を意識したのかな、なんか。おばあちゃん、ありがとう。いや、でも、言ってて、今聞かれて、答えることでアウトプットすること、やっぱりなんかちゃんと自分のものになる感じがありますね、自覚できるし、うんうん、大阪でね、うん、その、うん、まあ、少年院とか刑務所に、入ってて、うん、でそれを出てきたその、うん、刑務所とか少年院から出てきた人たちを教育する機関が民間だってね、
そこで先生されてた方が、今日最近どんないいことあったっていうのをね、必ず授業の前にみんなでシェアするところからやるんですよ。で、そうしたらね、最初に、刑務所とかね、入ってた人たちだから、もうそんないいことあるわけないだろうみたいなね、ところから始まるんだけど、2週間もすると、先生、今日はこんないいことがありますってね、で、なってってね。で、新しく刑務所から出てきた人がその学校に来ると、いや、そんなあるわけねえだろうみたいになるんだけど、もう先輩のね、人とかね。俺たちも最初そうだった。ああ、いいっすね。変わっていくから。めっちゃ素直です。すっごい変わっていくんだっ いやー、そっかそっか。て。今日だからどんないいことあったって、幸せな人ってどういう人かって言ったら、小さい幸せを見つけるのが得意な人が幸せな人で、そうです不満を見つけるのは得意な人が不幸な人で、ね。なるほど。どこを見るかだけの違いなので、いいことを見つけようと思ったらね。で、この手帳をね、作ってるときに、すっごいいい情報を見つかって、引き寄せたっていう。僕は、機嫌がいいから、シンクロがよく働くんだよね。それで引き寄せたと思うんだけど、作家ですごい人気のある高橋あゆむさんっていう方がね、お母さんから毎日質問されてたそうなの。それはね、2つ毎日質問されてて、今日はどんないいことあった？今日はどんないいことしたって、その2つの質問。まさに。だから、歩さんは毎日、どんないいことしたって聞かれるし、どんないいことあったって聞かれるから、とにかくね、いいことを見つけよう、いいことしようって、毎日思うようになったら、あんなね、自由人と言われる冒険家に、すごいカリスマに成長してきたんだよね。だからこの質問ってね、本当に人をスーパーヒーローに育て上げていく質問なの。なる今ほ日はどんど。な、今日はどんないいことをやったっていうね。僕は幸せの深呼吸ってなんだろうと思ってたどり着いた答えがね、歩さんのお母さんはね、子供をスーパーヒーローに育てる質問っていう、同じところにたどり着いちゃっそうですたね。ね。すごいですね。じゃあ、もう本質ど真ん中ってことですね。なんかその。そう。だから、この2つの質問に毎日向き合っていったら、それだけで人生がね、素敵になっていくしね。自分、いいっすね。いいっすね。自分をヒーローにできるわけですね、自分の。すごい。これがさりげなく織り込まれてると。楽しみですね、この。なんか、例えばもう、これ3作目ですか、このシリーズとしては。3作目かな。なんてこれ 4年、4、4年、3 4年年、目か。4年目かな。4年目だから4冊目になるのかな。そうですよね。じゃあ、結構続けてる人とかもいらっしゃるかもしれません、4年間、こう、そうだね。1年も続ける、マイハッピー、ユアハッピーをね、毎日できなくてもいいわけ。なるほど。実際はですね、大体66日続けると、自然にいいことに目が行くようになるっていう習慣、無意識の習慣になるので、1ヶ月ぐらい。1年続ける必要はなくて、3日でいいので66日続ければいい。じゃあ最初はちょっと癖をつける習慣するために、その期間はあるけども、大事なのはご機嫌でいることってことですね。で、次回ね、この手帳は実はそれだけじゃなくて、僕は大阪で翡翠塾っていうワークショップっていうか、5時間のワークショップを毎月やるっていうね、翡翠塾っていうのをやってるんだけど、そこのエッセンスを、毎月翡翠塾のやってるワークショップのミニワークショップが16回分入ってるのね。だから、そのワークっていうのも入ってるので、次回こんなワークが入ってるよっていうのをまたお伝えしたいと思います。了解です。ありがとうございます。というわけで、MG 小太郎と、エール正野、笑う門にはグリーン。ありがとうございました。幸せがずっと続く手帳。今回、ウフフの法則というダブルタイトルがついてるんですが、2021年、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
友達にもぜひプレゼントし、してほしい。ぜひぜひお願いします。100冊ぐらい配ってほしい。すごいすごい、最後アピールすごいです。ゴリ押ししてきました。100冊ぐらい配ってほしい。やったぞ、配ったらすごいね、それも。まあ無理のない範囲で、ね、まあ、はい、買っていただけたら嬉しいですね。そうだね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。